はい、皆様、うがみ油 YouTuber の金見秀人です。今日の動画では牛舎の中を案内していこうかなと思ってます。牛飼いの皆様にとって参考になるかもしれませんし、牛飼いじゃない方にとって普段食べてる牛肉がどのようにできているのか知っていただくきっかけになるんじゃないかなと思っております。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、まずこちら種付けゾーンになります。うちで飼ってる親牛っていうのは全てメス牛になってまして、発情が来たらオス牛の精液を、冷凍保存されてきてるんですけども、それを受精師さんという資格を持った方に種付けしてもらうという形になってます。で、こっち側の、3頭はまだ子供を産んだことのない未経産牛ですね。これからお母さん牛になっていきます。次にこちら放牧ゾーンになります。先ほどの種付けゾーンで種付けして妊娠した母牛をここでのびのびと運動させる、そして体力をつけて安全に子牛を産んでもらおうという考えでこちらに連れてきています。そして餌の時間になるとこの手前のスタンチョンの方にみんな連れてきて、でこれはですね、首を入れてこう首を下げて餌を食べようとするとカチャンとしまって、で、一頭一頭の餌をちゃんと量を管理できるというそういう器具になっています。次にこちら分娩ゾーンになります。こちら3メーター×3メーターぐらいの大きな部屋になってるんですけども、ここで安全に子牛を産んでもらおうという形でやってます。黒毛和牛はだいたい妊娠日数が285日ありまして、1頭ずつ産むという、人間と近いですね。で1ヶ月前ぐらいにここに連れてきています。この子はつい数日前に生まれた子牛です。こんな大きい子牛が生まれるっていうすごいですね。そして分娩ゾーンの真向かい、こちらが制限哺乳ゾーンになっています。こちらも産んだ後のお母さんたちが入ってるんですけども、制限哺乳については詳しく前の動画で説明してますので、そちらの方もよかったらご覧ください。朝と夕方だけお乳を飲ませるという形です。こちらが制限哺乳で飼ってる子牛たちです。だいたい生後80日ぐらいまで制限哺乳をやっています。朝と晩だけ母牛に合わせてお乳を飲ませる、でだんだん離乳食があるんですけども、それをいっぱい食べれるように飼っていきます。次にこちら生後80日以上経った子牛たちは完全に親から離乳して育てています。生まれてすぐの牛たちはミルクを消化する第4位というところが動いてるんですけども、だん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 草を消化できる第1位というところが発達してきますので、この時期の移行期間というのがかなり大事になってきます。ですので、こう3頭ずつとか2頭ずつとか細かく分けて餌の量や種類を調整しています。次にこちら競り前ゾーンですね。こちら次回の競りに出す子牛たちが入っています。もうこれでだいたい7ヶ月ぐらい経っ
経ちましたかね。もうすでに200キロぐらいはあると思います。次の競りが楽しみです。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは牛飼いの日常とかを発信していきますので、今後とも皆様よろしくお願いいたします。それではまた。